世不念を有意義に過ごすために、その10、第12章、血と涙の競争曲。ヨセフは妻マリアとその子を連れてエジプトに逃げたこと、どうして逃げたのか、さらには逃げた後にヘロデ王の命令で2歳以下の男の子が殺害されたことを知っただろう。ヨセフらはどのような思いだったのか、やはり気になるところです。気になるといえば、メシアと言われる子供を含めて2歳の男の子を抹殺するために殺害した数はどれくらいだったのか。大体で当時ベトレヘムの人口は約2000人で、幼児死亡率が高かったことから、2歳以下の男の子は30人ぐらいだったと言われます。限られた数とはいえ、ヘロデの命令で罪なき幼子たちの虐殺は史上まれに見る憎むべき犯罪であり、母なる教会はこの痛い気な犠牲者を幼子殉教者として悲しみのうちにも盛大に記念します。この悲惨な出来事をヨセフとマリアが耳にしたことは確かでしょう。ただいつ耳にしたのか、その反応がどうだったのかは分かりませんが、当然に言えることは、これでまた一つのもっと大きな苦しみが加わったことです。自分が原因やきっかけとなって他の人が苦しんでいることが分かると、その時の苦しみは到底我慢できないものです。マリアにとってもヨセフにとっても、罪なき幼子たちの虐殺の原因がたとえ間接的にせよ自分らにあるとの考えが心をぐさりと突き刺す鋭利な棘だったに違いありません。内側から誘惑めいた声が幾度となくあったことでしょう。全く知らない土地で生活する、先がどうなるかもわからない、良心の呵責みたいな声が内から聞こえる状況ではなかったでしょうか。彼らはどうしたのか。予想もしたこと、予想もしなかったさまざまなことが起こった中にあって、当然ですが、やはり神に信頼したのです。決して神は欺かない、取り上げたなら100倍にして返す神に全面的に全てを委ねたがゆえに、それを糧としてヨセフはマリアを支え、マリアはヨセフに付き従っていたことが見て取れます。このエジプトへの旅、そこでの生活、そして帰還、状況の違いあれ、このことと浦上の先祖とが重なって思えるのです。教会前にある旅する時の姿がレリーフに描かれています。子供から老人までがどこに行くのか、これからどうなるかわからない、そしてもう二度と帰らないかもしれない、そのような状況の中、彼らの顔が微笑んでいるのはどうしてでしょうか。まさに神に全てを委ねていたことの表れでしょう。さて、エジプトではどのように過ごされたのでしょうか。気苦労はしたでしょうが、地元の方々が歓待したに違いありません。一移住者に対してというよりは、パレスチナ同様にエジプトもメシアの到来を切望していたのですから。この幼子のイエスの身から不思議な光が出ているのを多くの善意あるエジプトの人たちが意識していたでしょうし、ヨセフもマリアも疑いなく近所の方々の上に神聖な影響を及ぼしていたことでしょう。結果的にヨセフはエジプトに神である幼子イエスをお連れすることによって、エジプトの宣教第1号となります。
ヨセフはマリアと一緒に福音の種をまきます。どんなにか収穫があったでしょうか。初代キリスト教会においてエジプトほどあらゆる面で偉大な人物を輩出した地方教会はありません。一般神学、習得神秘神学、聖書、修道院生活など、例えば聖アントニオ、オリゲネス、聖アタナジオ、アレキサンドリアのクレメンス、聖チリロラ、エジプトの信者たちはキリストが自分らの国においでくださったことを感謝するために特別な典礼を作り盛大にお祝いしたそうです。聖ヨセフへの信仰が最初に起こり急速に発展したのもエジプトです。エジプトに建てられた初期の教会も聖ヨセフに捧げられています。結果的にはエジプトはとても意義深い場所となります。多くの力をいただいて天使のお告げを受けて聖家族は帰国の旅となります。さてさて、帰ってからどうなることでしょうか。浦上教会毎週のお知らせ。2021年6月6日、292号。